は歌手としき、両親そして愛犬のハスラーと渋谷に暮らしている。最近うちはニューヨークからの留学生エドウィンを迎えたばかりだ。これが結構英語の勉強になるんだ。じゃあ行ってきます。はい、いってらっしゃい。あら、エド、顔が赤いし調子悪そうね。大丈夫？ I feel sick。熱があるのかな。 Are you fever? あれ、サッカー熱のことをサッカーフィーバーって言うんだから、熱ってフィーバーでいいんじゃないのかな。惜しいですね。今日の一言は熱があるのという表現です。カシュー君のせっかくの気遣いはうまく伝わらなかったようですけど、どんな風に言っていたのでしょう。熱があるのかな。 Are you fever? Fever が熱というのは良かったのですが、 Are you fever? ではあなたは熱というものですかという意味になってしまい、熱がありますかということにはなりません。病気の症状を尋ねるには Do you have a fever? と Do you have? を使いましょう。そしてもう一言、病気の時にはお大事にと声をかけてあげたいですよね。お大事には Take care です。合わせて覚えておきましょう。ではカシュー君、今度は熱があるの？ Do you have a fever? とうまく言ってくださいね。そうか、Do you have か。 Do you have a fever? Yeah, I think so. やっぱり熱があるみたいだよ。あら、困ったわね。ちょっとお薬出してあげなさい。うん。エドはお薬を飲んで上に行って早く寝なさい。はい、エド、薬。メディスン、テイクケア。カシュー君、今度はバッチリでしたね。さて、今日の表現 Do you have a fever? は Fever、 熱の部分を変えればいろいろな症状について聞くことができます。例えば風邪をひいているのなら、風邪という意味の Cold を入れて Do you have a cold? です。頭痛、 Headache を入れてDo you have a headache? とすれば、頭痛がするの？となります。他にもいくつかご紹介しましょう。例えば胸焼けは heartburn、 胃痛や腹痛は stomachache、 切り傷は cut と言います。では今日の表現をしっかり覚えてしまいましょう。 fever が強く発音されます。 Do you have a feverDo you have a fever? 最後にスキットを通して見てみましょう。あら、エド、顔が赤いし調子悪そうね。大丈夫？ I feel sick.熱があるのかな。 Do you have a feverYeah, I think so. やっぱり熱があるみたいだよ。あら、困ったわね。ちょっとお薬出してあげなさい。うん。エドはお薬を飲んで上に行って早く寝なさい。はい、エド、薬、メディスン、テイクケア。